はい、皆さんおはようございます。ゼロインの北地と申します。私の方でですね、30分簡単に、観光 DX についてお話をしてから、皆さんお楽しみのオードリー・タンさんのパートに入っていきたいと思います。で、私の自己紹介なんですけれども、オードリー・タンさんと同じですね、1981年生まれの、ミレニアル世代の、まあ、一番上ですね。はい、でございます。で、観光庁のですね、登録専門家として、インバウンドや DMO の救世支援の、お仕事をさせていただいております。で、具体的にはですね、どういうことかというと、日本の文化をですね、世界に発信していったりというところをメインでやっていたんですけれども、やはりですね、今、時流に合わせてというところではないですが、デジタル技術というところがですね、皆さん使いこなせるようになるところの支援ということで、絶景プロデューサーや YouTuber の方と一緒にですね、観光協会の方、宿泊事業者の方の、スキルアップをしたりですね、観光地のモニタリング指標の開発などを、やっております。で、本日ですね、セミナーにオードリー・タンさん、観光分野でお招きして、お話しさせていただくというのはですね、日本だと私を調べた限りだと初じゃないかなというふうに思うんですけども、今回のですね、会が成立した部分につきましては、台湾と日本で事業を展開されております G リーメディアグループの吉田さんの橋渡しがあって、成立をしております。で、またオードリーさんですね、とても DX に対して先進的な方でございまして、今回のオファーをですね、した際に、できるだけですね、皆さんと今日この場でしか共有できないようなことというのをですね、シェアしていきたいというような要望をいただいておりまして、セミナーのパートは短くですね、できるだけライブでのディスカッションというのを通して、皆さんと一緒に観光 DX を考えていきたいというふうに、要望いただいて、このような構成になっております。で、オドリーさんからのですね、セミナーパートは英語での、セミナーになるんですけれども、これについては、通訳者の方を準備しておりますので、副音声で、日本語で、聞くことができます。また、オドリーさんとのですね、やり取りについては、今回橋渡し役になっていただいている、吉田さんが中国語も堪能ということですので、今回のセミナーに参加していただくときにですね、皆さんに書いていただいたアンケートの質問事項をですね、オドリーさんに中国語で会話をしていきながら進めていきたいと思っております。ではですね、皆さんと楽しみながら、このデジタルトランスフォーメーションについて考えていきたいと思っております。はい、ではですね、この DX という言葉がですね、本当に今年に入ってから、多く叫ばれている内容だと思うんですけども、この定義という部分がですね、経済産業省さんのホームページを見るとこのようにま書かれておりますと。で、なかなかですね、難しい内容が書かれておりまして、今年のですね、7月末に取った、アンケートでですね、大手企業の経営管理職の、7割の方が DX とデジタルの違いが説明できないというようなですね、回答結果があるぐらいですね、このデジタルトランスフォーメーションでなんとなくこう言葉のイメージというのはわかるんですけども、ちょっとですね、もやっとしてしまう部分があるんじゃないかなというふうに思っております。これをですね、参加者の皆さんと一緒に、今日は考えていきたいなと思っております。それではですね、ちょっとチャットを使って皆さんに、質問なんですけども、このですね、古本屋さん、中古の本ですね、まあ、これを売り買いしているお店というのは、フリマアプリに置き換わっていると思う方、これチャットにですね、そう思う方は1番。いや、そんなことないよと。本屋さんの雰囲気っていうのはこんなアプリじゃ置き換えれないよというですね、思う方は2番をチャット欄に、回答してください。もうここはもう直感で構いません。お、2、2、2、2。ちなみに2の方はできたら理由を合わせてもらえたらなと思います。あ、1番、1番、1増えてきましたね。2番、2番、2番。やや2番の方が多いかなという感じですかね。はい。どうですかね、皆さん。まあ、なんで1、なんで2というふうになったかで、書いてあるところ以外のもし理由がある方いらっしゃったら、チャット欄に、記入いただけたら嬉しいです。1番、2番。販売場所が固定されていない。そうですね。1番。2、人間には五感があるから。そうですね。1番。はい。いろいろと分かれておりますが、やや半々ということですかね。で、これ捉え方になると思うんですけど、今、古本を買うという意味なのか、雰囲気が大事とか、
古本屋を見たことがないという方は、ちょっと神保町に、ぜひお勧めしたいと思っております。はい。で、これですね、いろいろ分かれると思うんですけども、ちょっとですね、デジタルの特徴というところをまとめてみたいと思います。で、デジタルというのはですね、距離の制約をほぼ受けなかったりですね、複製が容易であるというところとか、一度に大多数の方とコミュニケーションができるという部分については、デジタルの特徴であると言えます。で、これをですね、古本屋さんに置き換えてみるとどうなのかというとですね、古本屋って街の近くにある古本屋さんに、売り買いをする人の数というのはですね、どうしても物理的な制約を受けてしまいます。で、これがですね、フリマアプリになるとどうなるかというとですね、店舗までの距離関係がないですし、在庫数っていうのも持たなくていいです。で、そういった変化というのがあるので、日本中の売り手と買い手が一気にマッチングすることができますよということで、多くの支持を集めているかと思います。で、こういうふうにですね、デジタルによって既存のサービスというのがですね、一気に置き換わってしまうようなことをデジタルディスラプションというふうに呼ぶんですけれども、これってですね、ユーザーにとってはとっても便利な話ではあるんですよね。この図で見ると、特定のお店だけにしかなかった在庫っていうのが日本中で売り買いすることができたりですね、店舗が、持っていた土地代だったりとか、在庫リスクみたいなものがなくなるので、高い値段で本を売ることができる。ただし、これって既存事業者にとっては、すごい大きいインパクトがある話でございます。ですので、もう一度ちょっと振り返ってみて、経済産業省さんが出しているこの DX のガイドラインのところの冒頭のですね、ビジネス環境の激しい変化っていうの、これ何を意味しているかでいくと、おそらくこのデジタルディスラプションで既存のサービスが大きく、移り変わってしまう前に、自分たちで、デジタル技術を使って変革を起こしていって、競争上の優位を作っていくことが DX なんですよというふうにですね、私の方では読み解いております。で、このデジタルの特徴ってですね、何もいいことばかりではなく、ですね、この複製が容易であるというところがなかなか私これデジタルが進まない理由の一つなのかなというふうに思っております。で、複製が容易であるということは本当にその正しいものなのかといった証明の部分だったりとか、心理的なハードルというところが引っかかってしまうと思います。で、これですね、今でも芸能界で、結婚するときの結婚報告って、ファックスを使って送られてるんですけども、あれなぜかというとですね、誤報だったときですね、誰かがいたずらで私たちは結婚しますっていう、ことを情報が出たときにですね、間違って報道をしてしまったときに、大きな、影響が出てしまいますので、これ伝統的にですね、手書きで芸能人が直筆やってれば、筆跡を知ってる人が見れば、これはいたずらなのか、本当に本人が送ってるのかっていうところが分かるっていう部分があったりとかしますので、やはりこのデジタルっていうところはですね、本人認証みたいなところがなかなか引っかかりになってしまう部分というのがあります。ただですね、デジタルは不安だぞっていうところでお思いの方というのもいらっしゃるんですけども、どういうふうに信頼性を担保していくかとかですね、積極的にそれを使っていくかというように乗り出している人たちというのが、たくさん今いらっしゃいます。で、一つ事例でご紹介したいんですけども、金沢にあるこのホテルリンナスさんというところがですね、やっている取り組みというのが、ここはですね、インスタグラマーの、ホテルミルゾーさんというですね、ホテルに関して、いろいろプロモーションしていらっしゃる方が、スタッフとして入っていてですね、SNS を使ってユーザーと交流をしたりですね、ホテルが街のメディアになれるような取り組みというのをやっております。で、これ皆さん、よかったらこのセミナーの後で、調べてもらいたいんですけども、リンナさん YouTube のチャンネルを持っていてですね、そのホテルの楽しみ方を教えるために、石川の金沢の街ですね、近江市場でのお買い物の様子を撮ったり、ここシェアキッチンがあるようなホテルでございますので、そこでの料理の作り方みたいなのを積極的に、メディアとして情報発信をして、そこに泊まりに来た方とかですね、これから泊まろうとする方と、SNS 上で会話をして、いたりします。こういった形で、うまくデジタルを使って、これまでですね、接客をするときに対面でしかできなかったものを、もっとですね、インタラクティブにやるといったような動きというのをしていっております。
こうデジタルをじゃあ進めていきましょう、デジタルトランスフォーメーションやっていきましょうというふうになったときに、こういうイメージをされる方というのもいらっしゃると思います。こう今まであったものがですね、デジタルとアナログにこう分離をしちゃってですね、全部がデジタルに染まってしまう世界になってしまうのかというようなイメージを持たれる方もいらっしゃると思うんですけども、私はそうではなくてですね、あくまでこのデジタルトランスフォーメーションというのは、より人間的な仕事だったりとか、偶発的な出会いであったりとか、先ほど古本屋のところのチャットにも書かれてた方いらっしゃると思うんですけど、より五感を伝えるためにどうデジタルを活用していくのかといったですね、融合していくような世界になっていくと考えております。で、それがまずなぜかというとこなんですけども、これデジタルトランスフォーメーションについて考えるセミナーなんですけども、アナログ部分の重要性というところも、忘れてはいけないと思っております。で、もちろんですね、複製するのにコストがかかるとかですね、1対1とか、コミュニケーションできる数が限られてるとか、そういった部分もあるんですけども、そうやって手間暇がかかる分ですね、愛着というのが生まれたり、誰もが手に入るものではない希少性だったりですね、五感を伝えることによる満足度というところはですね、アナログも、捨ててはいけないといいますかですね、重要なポイントになっております。で、この高額商品、世の中の高額な商品というのを見ていくとですね、これってアナログに非常に支えられております。で、一番上なんですけども、これミシュランでですね、世界で最速で、三つ星を取ったですね、レストランが大阪にあるんですけども、はじめというお店なんですけども、このシェフはですね、エンジニア出身で、ご飯をこう食べた時に口の中で噛んだらどう味が広がっていくのかっていうのをですね、舌の中にあるこう味覚の分布にちゃんと沿ってこう食材を並べたりみたいなところまで、研究してですね、料理を作っていらっしゃる方がいらっしゃったり、フラーリもですね、今コロナ禍で、とても通販ですごい売れているって話もあったり、ライカのようにですね、昔からあるようなカメラに対してやっぱり愛着を持っている人たちというのも、たくさんいらっしゃいます。はい、普通の石油ストーブより薪ストーブが売れてたりみたいなところというのは、やっぱアナログならではですね、こういった良さというのもあってきます。では、観光においてのデジタルトランスフォーメーションとは一体何なのかというところなんですけども、一旦ですね、ちょっと遠回りにはなっちゃうんですけども、旅行者のニーズからですね、考えていきたいなと思っております。で、これですね、世界で、市場で、とても大きいアドベンチャーツーリズムというですね、分野があるんですけども、世界の消費額のですね、大体30%ぐらいを今占めているというふうに言われているんですけども、この後もですね、さらに伸び続けますよというような、有望な旅行のマーケットでございます。で、こういうですね、アドベンチャーツーリズムを、楽しむ人たちってですね、なんとなくですね、まあこういう大冒険をするような人たちがアドベンチャーツーリストじゃないかなというようなイメージあるかもしれないんですけども、これですね、アドベンチャートラベルニュースさんが調べているアドベンチャートラベルに出る人たちの動機のグラフになっております。で、これですね、実は第1位がトランスフォーメーションなんですよね。で、第2位がエクスパンデッドワールドビュー。で、第3位がラーニングということで、何もですね、大冒険でワクワクをしたいというようなですね、話だけじゃなくて、何かその旅を通じて、自分で新しい発見をしたりですね、学んだりですね、まあ、それを通じて自分が変わっていったり、成長するというような、まあ、観光といいますか、まあ、本当に旅ですよね。そういった動機の人たちというのをですね、じゃあデジタルで私たちができることというのはどういうことなのかというのをですね、考えていきたいと思います。で、この観光やですね、旅の価値の本質部分というのは、私はアナログにあると考えております。で、これ旅行やですね、デジタル扱っている方ともいろいろ議論をさせてもらってるんですけども、このオレンジ色の部分ですね、ここについてはやはり、アナログの良さというのはあるんですけども、その前後の工程ですね、計画をして行ってみたいなと思ったりとかですね、予定を立てたりする部分、ここっていうのはデジタルにどんどん置き換わってきております。で、旅をした後にですね、皆さんで、思い出をですね、みんなでシェアしたりとかですね、土産話をみんなにするみたいなところも、デジタルは入ってきてはいるんですけども、実際そのうちにですね、
足を運んで、その土地の空気を感じて、血のものを食べてですね、その地域の人と交流をするっていう部分については、非常にアナログな部分で、むしろアナログな部分に価値がある領域ではないかと思います。はい。ではですね、じゃあその部分について、国連はどういうふうに考えているのかということですね。UNWTO のデジタルトランスフォーメーションでこれ検索をしてみたら全文出てくるんですけども、旅行業界というのはですね、DX がとても他の分野、産業と比べると早く進んでいる分野だというふうに UNWTO さん言っております。で、これ何かっていうとですね、皆さんもかなり当たり前になってきてると思うんですけども、OTA ですね、宿泊の予約っていう分野については、これまでですね、人間が手でやっていたところっていうのがどんどんデジタルに変わっているという部分は、早いうちに DX が進んだ分野であるというふうに言っております。で、これからじゃあどうなっていくのかというところなんですけども、3つの影響があるというふうに、UNWTO さんは言います。で、1つ目がですね、スマートな旅行ということで、皆さんもお持ちのこのスマートフォンですね、これを使って、飛行機に乗るときにピッとこう読み込んだりですね、そのままホテルに入るときの鍵になったりとか、いろいろな、電車の会社あったりすると思うんですけども、スマホを使えば一つで入れたり、それがミュージアムに入るときのチケットにもなったり、みたいな感じで、いろいろな、接点あると思うんですけど、そういうときにスマートフォン一つでスムーズに、旅行ができるようになるという変化がその1ですね。で、2つ目がスマートなディスティネーションということなんですけども、これ地域に訪れる旅行者のデータをもっとデジタルを活用すれば、どこが混雑してるよとかですね、どういう人が何回来てくださってますよというようなことが地域ぐるみでデータが分かるようになってくるので、よりですね、適切なサービスであったりですね、需要のこういう波を均一化することができたりするというところが2番目ですね。で、3番目の変化が、これなかなか私面白いなと思っておりまして、当然自動化によって職がなくなってしまう分というのはあるんですけども、それ以上に観光分野においてですね、多くの雇用を生む可能性があるというふうに言っております。それが何かというとですね、DX を進めようと思うと、テクノロジーを扱う人というのをですね、雇わないといけないので、そういった職種の人が増えてきますよと。で、もう一つがですね、アナログな部分で実際に来てくださった人をもてなそうっていうふうに思ったらですね、ソフトスキルですね、接客だったりとかですね、どうエンターテインメントのように、面白い体験を作るかというような技術を、使う人たちというのが増えてくるというふうに言われております。こういったですね、まあ、考え方に沿って、DX とは何ぞやというとですね、誰が DX をするんですかと、お宿さんなんですか、旅行者なんですか、地域なんですかとか、まあ、なぜやるんですかというところで、顧客の、体験価値を上げたいとかですね、地域マネージメントをしていきたいのかとか、ストレスなく旅をしたいのかとかによって、観光におけるデジタルトランスフォーメーションもこれいろいろありますよねというところが、言えます。はい。ではですね、じゃあ実際に観光デジタルトランスフォーメーションに取り組んでる人たちっていうのがですね、どういう取り組みをしていて、どういう気持ちでやってるのかというところをですね、この後残り10分でシェアをしていけたらと思っております。はい。まずですね、京都市観光協会さんが、取り組んでいらっしゃる DX ということでですね、これまでの観光協会の機能に加えて、教育をするという機能であったりとか、データセンターになるといった動きをですね、やっていらっしゃいます。これですね、コロナになった後、集合型で皆さんで何かをすることっていうのもできないと思うんですけども、ちょうど今日の場もそうだと思うんですけど、オンラインでですね、研修の動画の配信というのは京都市取り組んでおります。これですね、合計4万回以上再生をされていて、コロナの時の対応の仕方だったりとかですね、まあ、スマホでどうやったら綺麗な写真撮れるんですかみたいなことをカメラマンの方が教えてくださったりといったことをやっております。またこれかなり僕先進的だなと思うのがですね、市内の100のホテルさん、客室カバー率5割なんですけども、それの予約状況っていうところをですね、3ヶ月先まで共有していただいて、需要予測というのをですね、地域に展開をしています。他にもですね、混雑の可視化ということで、混雑予報マップを作ったりですね、定点カメラで人気観光地の混雑状況というのをシェアしている。
そういった取り組みをしております。で、この取り組みを進めているですね、京都市観光協会の堀江さんの話を私聞かせていただいたんですけども、まあ、いきなりですね、DX で大掛かりなことやっちゃうとスタッフも疲れてしまうので、まあ、まずはですね、本当にGoogle のスプレッドシートで同時編集をすることができるっていうのを知らない人も現実問題いらっしゃったりしますので、そういう人にですね、丁寧に一個ずつ教えるっていうところから DX って始まっていくんじゃないでしょうか、というふうに、で、2つ目がですね、また京都のお話になっちゃうんですけど、楽雄さんというですね、京都の旅館があります。で、これですね、開業してですね、わずか1年半でトリップアドバイザーで口コミ1位を獲得した、お宿になります。で、実はこれですね、運営しているのが名古屋にあるネット企業が経営をしていて、全くですね、ホテルとか旅館のノウハウがない状態で激戦区の京都でこうした高いスコアっていうのを取ってらっしゃいます。これがですね、なぜできたのかっていうことなんですけども、ホテルを運営するノウハウというのがですね、もともとなかったので、本当にですね、口コミに書かれた内容というのを見て、あ、私たちの設備っていうのは十分なんだ、不十分なんだ、総じてここまでしたらゲストの方喜んでくれるんだ、あ、ここまで来るとお叱りを受けるんだといったようなことをですね、口コミを見て自社のサービスクオリティっていうのを調整していっております。これ、スタッフみんなで口コミを見て、スコアを見て、自分たちの仕事ぶりがどうなのかというのをですね、評価していきながら、改善をしていっております。で、この口コミの対応でもやられてるところは、かなりやられてると思うんですけども、一つ一つですね、丁寧にコメントに沿ってですね、回答をしていっております。で、もうゲストの方、覚えてる人だったら、その人との思い出っていうのをですね、ここに見えるようにして、書いていっております。で、これですね、接客の世界だと、店員さんがですね、例えば、お客さんから見られてることを知らない人、これはもう三流のサービスマンだと。で、見られてることを知ってるっていうのはまだ二流で、一流のサービスマンっていうのは見せてるっていうようなですね、まあ言葉もあったりするように、この旅館はですね、デジタルで見られてるってことをもう自覚をしていて、そこでどういうふうにですね、自分たちの良さというのを積極的に見せていくかというところまで、踏み込んでいっております。で、これ、サービスをですね、推進している鈴木さんという方なんですよ。本当にですね、ホテル経験ゼロだったので、もう口コミ見ていくしかなかったというふうに言ってます。で、デジタル上にいい口コミが残っていけば、その人が新しいお客さんを呼び込んでってくれますよということで、やっております。で、こういう話をですね、聞くと、あれ？なんかすごい DX って夢のようなシステムみたいなのがあって、まあそれを取り入れたらうまいこと自動化して物事が行くんじゃないかというふうにお思いになられる方もいるかもしれないですが、これ経済産業省さんが出してるですね、8月31日に出た研究会の資料なんですけども、日本の場合ですとユーザー企業はそのシステム会社さんにとりあえずお金を安く何かやってもらうために、まあ発注をしてますよと。で、ベンダー企業の方もあくまで人血商売で労働力の対価として、お金をいただくっていうようなやり方で、まあ、ここで定位安定っていうような書かれ方というのをしてるんですけども、まあ、要はお金払うからまるってやっといてっていうところと、で、まあ、お金もらうからやることはやっとくけど、それ以上はまあやるのかやらないのかちょっとよくわかんないですよっていうような、で、こういうやり方だと、もうデジタル競争の敗者になるというですね、結構衝撃的なことが私書かれているレポートだなと思って読んでおります。でも、それがですね、これからの世界っていうのは、プラットフォームを使ってですね、企業規模に関わらず、また自分たちユーザー側ですね、ユーザー企業も自分たちでやっていくんですよといった、これからの指針というのが出ておりますので、これすごいですね、見られると面白いです。はい。あとですね、このデジタル上での旅行コミュニティというところも私、DX の一つだと考えております。で、これ、今回台湾のちょっと事例を少し出したいんですけども、 Facebook でですね、日本自助旅行中毒者っていうのをですね、検索していただけると、これプライベートグループなんですよ。なんと57万人の方が入っております。で、こんな感じでですね、日本を旅行した自慢の投稿が出ていたりとか、
ですね。コロナ前については、これから旅行、冬に、北海道に行こうと思うんですけど、どっかいいやり方ないですかみたいなこととかの投稿というのがされて、そこにコミュニティのメンバーが、それだったら旭川に行った方がいいよとか、私は富良野がいいと思いますよ、みたいなアドバイスをお互いし合ってですね、いい旅行環境というのを、提供するように、やっております。同じようなのは京都でもガイドの方がですね、こうして、ウェブ上でですね、お互いの、まあ、いいところというのをシェアしていっております。これですね、トリップアドバイザーの英語版もちょっと見てもらいたいんですけども、日本語だとですね、口コミや投稿数って書かれ方をしてるんですけども、英語で見ると、この口コミや投稿数って143コントリビューションズっていうですね、数え方をされておりまして、まあ、あくまでですね、口コミの、まあ、なぜするのかっていうと、旅行の行く前からですね、旅行者同士が実体験を共有し合って、みんなでいい旅行を作っていきましょうよということで、トリップアドバイザーというのはやられておりますので、まあ、こんな感じでですね、みんなで情報をこうシェアしていくということも、実は DX の一つになっています。最後にですね、長野県の千曲市でやっているマースの事例を紹介したいと思います。で、ここはですね、日本のよく、地方部にある、課題なんですけども、自家用車前提で街が作られてますので、こういうワーケーションで棚田を見ながら、仕事できるような環境を作りましょうって言ってもですね、輸送を担う人が、潤沢にいないので、どうすればこの皆さんの旅行者の足を作ることができるのかということでですね、取り組んでいる事例でございます。お寺と温泉とか観光列車内で働けるってめっちゃこれ私も見てて面白そうだなと思うんですけども、移動手段がないというところにですね、取り組んでいる事例でございます。で、これあのもう本当に入り口 LINE でですねアプリを作って、そのアプリで、タクシー呼びたいよっていうのを押したらですね、表向きは LINE なんですけど、裏はもう従来の方法でタクシーの運転手を指示してですね、まあ、やってくるというような仕組みでスモールスタートをしてですね、今は、レンタサイクルだったりとかですね、バスの情報だったりとか電子チケットの配布というところまで、バージョンアップをしていっております。で、これあのマイクロソフトの方とですね、地元の風呂敷屋というところの2名の方を中心に、まあ、コミュニティを作って皆さんで取り組んでいってるんですけども、まあ、自分でやってみようかなということで、このワーケーションに参加したですね、清水さんという方が入ってですね、やっております。で、この風呂敷屋の田村さんも言ってることなんですけども、このマースの仕組みが入ることによって、アナログな価値であるですね、人と人との出会いっていうところ、で、生で情報が伝わるっていうところのですね、アナログ体験の純度がとても高まったということでですね、非常に面白い取り組みで、これからもですね、やっていきたいということで、進めていっております。はい。ではですね、私のパート、そろそろ、時間が、おしまいなんですが、最後にですね、ちょびっとだけ、ご紹介したいところがですね、もうデジタル全然関係ないんですけども、依頼のですね、取材をこの前させてもらってですね、300年以上の歴史がある無外流というところなんです。ここが最近ですね、このスポーツチャンバラのような、まあ、スポンジの刀を使って実際に切り合うというようなですね、スパーリングというのを始めていて、で、これですね、決まりきった型の反復練習を、まあ、居合ってずっとやっていくような教室だったんですけども、段位に関係なくですね、もう自由にこう切り合う、もうどんな切り方でもいいっていうようなですね、ものを取り入れ始めております。で、これですね、やり出すと何がいいかっていうとですね、これ子供も外国人も楽しめる居合に変わっていきましたよというところと、まあ、自由に切れる分ですね、勝つためには結局型を学んでいかないといけない。っていうですね、そういうところにたどり着いて、どんな状況にも対応できるようにですね、あ、こういう方にわざと一回ここで間を置くっていうのは右から来るかも左から来るかもわかんないのに対応できるようにはしていきましょうよということで、理解というのが、捕まったというふうに、この滝田先生言っております。で、これ300年以上のですね、歴史があるこの居合の、教室なんですけども、やはりですね、名門と呼ばれているところも、お弟子さんが集まらないで、どうしても教室を閉じちゃうというようなこともあるそうです。でもですね、この居合の教室は、まあ、変えてはいけないものを守っていくためには、自ら変えていいところはどんどん変えていっていいんじゃないかというですね、非常にポジティブで前向きなやり方で、お弟子さんたちを今集めているようなですね、教室もございます。
まあ、ですので、あんまり肩肘張らないでですね、旅行って楽しいものだと思いますので、まあ、楽しみながらですね、皆さんでトランスフォーメーションを進めていけたらなというふうに、考えております。Hello, world. Good time, everyone. I'm really happy to be here to share with you for 15 minutes about digital transformation with social innovation and look forward to the conversation afterwards. Now, social innovation, it means everyone's business with everyone's help. And in Taiwan, that is how we transformed our society. So we countered the pandemic with no lockdown.And the infodemic, the disinformation crisis with no takedown. And the transformation has three pillars, and those are fast, fair, and fun. The fast pillar means that as soon as a new information is discovered by anyone, that information that leads to new shared values needs to propagate through society very quickly.And that relies on the digital public infrastructures, such as the PTT forum you can see here, when in the last day of 2019, Dr. Liu Wenliang's message that there were 7 SARS cases in the Wuhan seafood market was spread to Taiwan. And within 24 hours, because this place has no advertisers or shareholders,People just concentrated on amplifying the message and triaging its veracity. So the very next day, the first day of 2020, we began health inspections for all flight passengers coming in from Wuhan to Taiwan. So the freedom of speech, of assembly in the digital realm literally allowed Dr. Li Wenliang to save the Taiwanese people.But it's not just about people who can participate on online forums. What about people who are very senior or people very young? Well, they can also contribute information from the front lines by calling this toll-free number 1922. And they're always met not with voicemail, but with a sympathizing, message from aprofessional call center operator or a charity worker from Ciji Charity or so on. So they can actually speak whatever they feel uncomfortable in a free manner. For example, last April, there was a young boy that called saying, hey, you're rationing out mask, which is great, but all I got was pink ones, which is not great. All the boys in my class have navy blue,medical mask.For school, and I'm a boy, I don't want to wear pink to school, do something about it. The very next day, in our daily 2 p.m. press conference last April, all the medical officers wore pink for quite a while, and our minister Chen Shizhong, the commander of the Central Epidemic Command Center, even said that Pink Panther was his childhood hero. So overnight, the boy became the most fashionable boy in his class, for only he has the color that heroes wear.And a hero's hero, I guess, wear. And for a while, all the fashion brands turned pink until they turned rainbow during the pride. But anyway, the point here is that whatever people feel uncomfortable about the situation, this emerging collective intelligence need to have this public infrastructure to grow and connect to one another. Now, the second pillar is fairness, leaving no one behind.I mentioned mask rationing. Well, people who have a lot of time on their hands last February, of course, can go to many different stores, until they get some masks in stock. But people who are busy, people who do not have that much time, sometimes just go to a pharmacy and, discover that it's already out of stock. So it's wasting people's time and only privileging people with extra time on their hands.The civic technologists, G0V.TW or GovZero, is a community of around 10,000 people looking at the government digital services, discover what's wrong with them, but instead of protesting, they demonstrate by building demo, meaning new versions that work better.
So on GovZero last February, a few civic entrepreneurs built the mask map that displays in real time which pharmacies or stores near you still have some mask in stock, which is green colored, is almost running out red in color, in between yellow in color, or already gone like gray. So basically, people can just discover the lines before they go out to buy some mask. And this was built in less than 3 days. And the state, the government, without controlling information, we share the information such that each map maker can get every 30 seconds the latest inventory of the mask level in each pharmacy. And that enable people who are not that used to maps, maybe use chatbots on the LINE chat room. So the LINE chatbot makers can also make such navigation tools. Even for people with seeing difficulties, voice assistants like Google Voice or Siri was made. So people can get access to mask in a very fair fashion. The same group of people, because we control the pandemic so well, last year it's over 10 months with essentially no local case. But this year in May, we face our only and first wave. And when this wave came, the same bunch of people on GovZero also contributed to contact tracing. They thought that contact tracing requires people to register their whereabouts by checking in into public venues. But if you require people to download an app, install something, learn how to use an app, well, only a few percent of people are comfortable with this, and over half of the people would not build such a habit. It will make our contact tracing difficult. So they discovered that actually all the smartphones nowadays have a built-in camera. If you point it to the QR code, it shows a SMS to the same toll-free number 1922. All you have to do is to click send. So this literally takes only 3 seconds. And only when it's less than 3 seconds with no app required, will people switch to this new habit because it's more convenient and registering with pen and paper. But we did not replace pen and paper. People who don't have a phone can still write their name or stamp their name into public venues. However, the point here is that whatever we are doing, we're complementing, augmenting the existing measures. So the pen and paper crowd is less crowded, it's safer, because the majority is supposed to use a QR code. どこに人が混んでいるのかというのが分かるようになって、人々が混んでいる場所に行かなくなると。なので、この接触追跡アプリというのは、例えば24時間かかっていたのが24分以内で今やできるようになった。そんなにということで、ものすごく早く essentially no local cases for the past couple months or so. Finally, the last pillar is fun, or humor over rumor.Because during the pandemic, people are anxious. There's a lot of rumors spreading across the world, like the mask efficacy, or whether physical distance makes sense, or things like that. But in Taiwan, because we're a free and democratic polity, we do not take down those conspiracy theories. Rather, we spread the messages that are fun, that are even more viral than those conspiracy theories and rumors. So,The spokes dog, a Shiba Inu, a very cute dog, explains physical distancing on the top left, saying, when you're indoor, keep 3 cute dogs away, and outdoors, keep 2. Or on the bottom right, why wear a mask? You wear a mask to protect your own face against your own unwashed hand. So that links mask use and hand washing. And it's very cute, very much fun. So people remix it and spread it to various different messages,in the different cultures, different ethnicities, and to different communities. And it's not just about pandemic control. For a long while, for a few years now, the Ministry of Education published all the dictionaries under Creative Commons license, enabling people to remix the social innovators, have the same material as the government innovators. The presidential office you see on the top left,
was modeled and model released in Creative Commons. My own portrait, my own interviews, including this speech, is all released under Creative Commons. So even a Japanese rap band, a hip hop band called Dos Monos, can resample my message and use it in their songs without asking for my permission first. So in short, it enabled people to socially innovate without a single person controlling the possibilities. And that is the case of the social innovation on digital transformation. We must invest in the public domain, in the commons where people can contribute. And it's only through radical transparency, real-time open data, can people focus their energy on creating common values out of the initially different positions. Now, in the last minute, I would like to share with you my job description, which I wrote in 2016 as the digital minister. And it's about connecting the various different sectors in the society together through effective partnership, reliable data, and open innovation. For IT connects machines, but digital connects people. So how to connect people? It goes like this. When we see the Internet of Things, let's make it an Internet of Beings. When we see virtual reality, let's make it a shared reality. When we see machine learning, let's make it collaborative learning. When we see user experience, let's make it about human experience. And whenever we hear that a singularity is near, let us always remember the plurality is here. Thank you for listening. Live long and prosper. And I look forward to the conversation. じゃあここからはですね、GD メディアグループの吉田さんも招いてですね、これからディスカッションということで、45分ぐらいですね、お話を進めていけたらと思っております。私からですね、GD メディアグループの吉田さんの紹介なんですけれども、ラーチーゴー日本というですね、メディアの運営をしておりまして、台湾で最も Facebook のファン数の多い日本人となっております。で、日本と台湾をですね、往復しながら双方のメディアでの、執筆など、橋渡し役として貢献をしております。それでは吉田さん、お願いいたします。Hello, 等分委员你好。你好。你好，很高兴认识你。我是担任这个部分的主持人吉典浩，已经多多指教。你好。你好，就是我这两年没办法去台湾，所以我这两年一直在日本的广播电台当 DJ。然后，我们的节目叫做《美丽台湾》，就是那个针对日本朋友，介绍台湾的观光情报、台湾的吃喝玩乐。所以今天那个这个部分没有同步口译，所以我先因为今天已经我们收到很多问题，所以我先把收到的问题翻译成中文。然后跟你聊天，聊天之后把你的讲话的内容翻译成日文，然后翻译结束之后，我作为一个台湾旅游达人，补充一下给日本朋友介绍台湾情报啊，那请多多指教，谢谢。那次のページお願いします。啊，ここでちょっと日本語入れた方がいいですね。あ、そうですね。すみません。あの初めまして日本の吉田と申します。今日は僕が半分通訳、半分皆さんに台湾の情報を付け加えるということで、そういった形でこの50分、皆さんからいただいたご質問をご紹介していきたいと思います。那再次让我开始快问快答一下。啊，下一张，すみません、もう次の。はい。第一个问题，这就是有一个今天呢，就是有许多观光事业者的人士参加。然后今天收到许多问题，第一个问题就是有关对数位转型的问题。这个问题就是虽然在推动数位转型上收到的许多建议，但我认为日本在推动数位转型外，有必要重新整理数位方式，
我认为随着数位转型，许多事物都会变得更透明化。在日本，250年前左右就有“水至清则无鱼”的一句话。太过清高会导致事情发展不顺的。这种想法从古代古早以来就产生的。这句话是好惨痛。这句话是想把不法事情完全消除是行不通的。但这是在科技进步之前的想法，所以该被忽视。或是其中藏着更深的智慧。你的看法是什么？我问掉了，请说。我先确认一下我听到的意思是说，不要试着好像什么都做到完美，什么都一定要控制的好好的。那不管是进来的这个情报，就是资讯有多少，那应该要不要那么完美主义，而是说自己处理自己能处理的部分就好，是这样子的意思吗？不好意思，因为刚刚声音不是很清楚。对，没错啊，意思是这样子的。是，我常常引用我喜欢的一个加拿大的诗人Leonard Cohen 的一句话，他说万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。那所以意思就是说，我们如果觉得什么都要做到完美，那我们反而无法认识新的朋友，反而是我们做的不完美的地方，人家看到了跟我们说，哎，你这里做的不够好，那这个时候我才能够认识他独特的看世界的方法，也才能够跟他交朋友。所以我很同意说，我们不需要好像从政府或者是从一个大企业就解决掉全部的问题，像刚才讲的，我们这个十连制的简讯扫描 QR code， 我们不敢说我们解决全部的问题，我们只说我们解决一部分人本来碰到的问题。但是如果我们这个解决方式好的话，那我们的解决方法是公开出来的，所以任何人想要在这个上面让它更加进步，好比像说扫描的你还要按送出，但是也有一些人写了一些程式，你扫描直接帮你送出，或把它整合进其他的像 LINE 的软体，你加朋友的那个地方也可以用来扫描等等，这些都不是我们最早想得到的，但是因为这个缺口造成了光的入口，也包含像日本的 LINE 公司等等，都可以来一起加强这个做法。所以透明化不是说一开始就做到完美，反而是不完美的地方也要透明的这种想法。好，了解。那我来翻译一下。ではちょっと、翻訳させていただきます。こちらの、ご質問に対しなんですけれども、すべてのものにこう欠点はあると、その欠点こそが、まあ、その光の源入り口でありますと。で、すべてのものに対してパーフェクト、完璧を求めてしまったら、新しい友達と、知り合えなくなってしまうじゃないですかと。で、政府や、企業がすべてをこう解決をする必要はありませんと。で、それもできないと。なので、この部分にこう、に関してはみんなでこうオープンに考えて、方法を考えて、例えばな LINE を使って LINE グループを作ったりとかして、そういうふうな形で、みんなで解決をしていこうというふうに思ってますということでした。じゃあここでもうちょっとこの質問に関して、僕から補充をしてみたいと思います。那会我这个部分我有一个问题，其实我在台湾开公司8年，所以现在虽然没办法去台湾，不过常常跟台湾员工沟通，然后我常常我喜欢看中国的古典，尤其喜欢中国的老子里面有很有名的这个名句，就是什么老庄思想吧，这那个我喜欢的名句就是意思就是说，统治大国好像是煮熟小鱼，煮小鱼的时候用筷子频繁搅拌，鱼肉很容易破碎。管理公司或者是统治国家也一样，我是这么认为。对于这个想法，你
如何对待呢？如何看待？是确实，所谓治大国如烹小鲜呢、哦。那我想，对的意思是说，我们要掌握住这个事物的原理，而不是说一直英文叫 micro manage 嘛，对，而是是执着在那个细节里面。我觉得这是非常好的一个想法。那老子也说，图难于其易，就是说困难的事情，你在最容易的时候、最早的时候就去把它当做一件很严重的事情一样处理，这样的话这件事情未来就不会变得很严重到你无法处理。那我们在防疫上面也可以看到确实是这样，我们在每天如果是不到100个确诊案例的时候就把它当做每天几千个确诊案例这样来处理的话，它就不会变成每天几千个确诊案例。但是我们如果等到每天几千个确诊案例再来处理，就变得很困难处理了。所以掌握基本的原理，在事物最早的时候就把它当做非常严重的事情来处理，就不需要在后来像您说的一直搅拌一直搅拌，是这样子的。あ、OK、了解。な、我来翻译一下。今私は、ダンさんに、追加でこの、質問に対して、補充をしてみましたというのは、僕自身があの、会社経営する中で労使の思想というのを大切にしていて、まあ、その中に好きな言葉で、まあ、大国を治めるは商船を煮るがごとしと、まあ、あの大きな組織を治めるのも、小魚を煮込むのと同じで、あまりあれこれ管理をしない方が物事はうまくいくと、いうことを僕はいつも、念頭に置いてるんですが、オードリーさんいかがですかと申し上げたところ、いい考えだと思います。それはあのよく知られた有名な一節ですと。で、これは、そうですね、その、あんまりこう死を抹殺にこだわらない方が良いと。で、困難なことに直面したときには、まずこう、一番こうハイリスク、一番厳しい、処理をして、で、その後に、リスクを回避し、それでによって、リスクが回避できると。なので、そうじゃなければこの、コロナ にしてもそうですけれども、最初にこう厳しい一手を取らない と、数千人の新規感染者が出てしまったと、まずその一番厳しい時にグッてやって、それ以外はあの手を加えないということはいいと思いますということでした。はい、続きに行きます。はい、那接下来是第二个问题。好，那我来问一下，在数位的世界，从一开始的失败，一开始的失败，进而不断的调整，这点很重要。虽然日本正在往多样性想法改变中，但在这个什么不换工作主义，就是所谓的日本的终身雇佣吧，但日本人。大部分的日本人只知道自己公司的经营者，还是很多。在 这样的习惯上，土地上即便说宽容失败吧，也 很有可能不会有改变。另一方面，不能容忍风险的社会可能会在不知不觉中承担更大的风险。对于您等会委员来说，失败是什么？在这不失败与从失败中振作，你觉得哪个比较重要？就像刚才说的，这个缺口就是光的入口，所以只要把失败的过程公开出来，然后问大家有没有更好的做法，而且真的去实践了这些更好的做法的话，那么这个失败就是所谓为成功之母嘛，就是它就会带来更多更好的这种想法。所以我觉得最重要的还是对于失败不是宽容，而是把它当做一个讨论的材料。那好比像说我刚才说口罩地图，这个日本有报道啊，但是有很少报道说我们在一开始口罩地图刚上路的时候，其实呢我们乍看之下，人口密集的地方药局也密集，人口少的地方药局也少，看起来好像每个人跟口罩的距离都是一样平均的，是公平的。但是其实很快民间就发现不公平，为什么？因为在地图上面的距离又不是每个人都开直升机，所以我在偏远的地方我搭公车就要很久，
我在都市里面搭捷运就很快，所以相同的距离其实是不同的时间成本。所以呢，你说这个是失败，哎，真的蛮失败的。但是因为我们公开这些数据资料，所以民间可以立刻提出说，那我觉得这是怎么样才是更好的方法，可能要预定啊，要改变配送的方法。那刚才的陈部长他一听到就说，哎，委员教教我们嘛，他没有说本来的做法一定怎么比较好，没有，他听到更好的做法，我们隔24小时之后立刻就采用了，所以这个失败确实就是成功之母。好、谢谢。今、の回答をまず翻訳しますと、まあ、先ほども申しましたが、まあ、失敗こそが、失敗を、まあ、それは公開することが大事ですと。で、まず失敗をして、さらに新しい、より良い方法を考えますということが大事です。失敗こそが、まあ、成功方法の母です。で、それによってもっといい 方法が思いつきます。失敗は、によってこうた、討論のディベートのー材料が生まれますと。で、例えばこのマスク地図、日本でもたくさん報道されましたけど、こちらも同様で、これは最初、始まった時も、失敗はありまして、薬局の多いところにはたくさんマスクが普及しまして、少ないところには普及しないということで、不公平感が出てしまったと。で、こういうところで、失敗はあったんですけれども、それはデータを全部公開することによって、一個一個どんどん手術性を、していきましたと。そうですね。都市と田舎の差があって、交通の便が違うというところもあったので、そこを、一個一個修正することによって、失敗を成功の母とすることによって、ゆるよりもっと良い、考え方を考えてきたというふうにおっしゃいました。はい、じゃあ次行きます。接下来是、这个问题很有意思。就是、日本是有，日本是很前后文很重要的一种语言，就有 I love you， 不会翻译成我爱你，而应该要翻成今天的月色真美，我跟你一直我跟你在一起就心跳心会扑通扑通跳这种新闻是或是有这话跟咱们话his private opinion and public sentence 的这种日本文化，苏北的话，我认为因为只有文字无法表达，需要用表情或准语言等来补充语气的这种情况，是导致苏北无法被接受的其中一个原因。台湾在推动苏北转型的时候，有这样沟通误解的状况吗？另外使用苏北沟通时，要注意的礼仪。有哪些呢？不过刚才我提到的打电话去1922，我特别强调的就是两边都是真人啊，不是说你打去是一个电话答录机啊。那而且那个对方不管是专业的我们说 call center 的人员，或者是专业的我们在社会部门做慈善服务的朋友，他听到你的声音的时候，都是会用刚刚讲到的准语言讯息，透过语气等等来表示，就是理解你的不舒服、痛苦等等。所以我觉得，当然及时的沟通是非常重要。那为什么会觉得数位就只有数字呢？我们翻成数位是说，有好几位啊，数十位、数百位，大家可以一起来讨论，但是不是说每个人都只是数字而已，不是这样子的意思。所以我觉得可能大家有一个误解，就是数位只有一些数字，只是频宽很少的时候，频宽不足，好比像只能传简讯的时候，当然就是一串数字而已了，或一些文字，最多加上表情符号嘛。那但是我们在台湾宽频是人权，任何人随时随地都可以开始像我们现在这样的视讯，而且表情也可以看得至少比戴口罩清楚嘛。所以这样子的情况下，我觉得这些非语言讯息是可以很完整的去沟通的。好、谢谢。ここ初、翻訳しますと、まあ、先ほど、英語でプレゼンテーションありましたけど、1922のこともそうですと、電話して出るのは、それはもうリアルな人で、機械ではないと、録音機ではありませんと。だから、コミュニケーションというのは非常に重要ですと。なぜ、みんなそんなに、
デジタルはデジタルと思うんですかと、それぞれの人々はデジタルではありませんと、みんな、おそらく誤解してるんですけれども、まあ、その数字は数字だけでなくて、その先には人間がいて、台湾はその広く人権が認められていますので、そこに関してはみんながもっと参画をして、顔の表情を出して、それから、統合フェイそのいわゆるその言語以外のコミュニケーションをしていくというのがデジタルコミュニケーションではないかなというふうにおっしゃっています。好奇して最後までありがとうございます。ちょっとですね、はい、質問文が長いので、少し中国語を待ってる間、お気苦しい点もあるかもしれないですけども、オードリーさんもですね、吉田さんも中国語の方が話しやすいという部分がありますので、できるだけ切り込んでですね、吉田さんには、聞いてみんなでシェアしていけたらと思ってます。すみません、初めての試みで、その翻訳とインタビューでこういっぱいいっぱいになっちゃってるんですけれども。那么等会委员，那个我有一个问题想问你哦，这个部分，那个因为疫情的关系，日本目前快速普及什么云端工作，其实我们公司也纳入云端工作已经过了一年了啊，然后现在有很多日本公司讨论云端公司的缺点跟优点。然后，讨论的议题就是，到底一个礼拜几天上班，实际上班是最佳的方法，最佳的方式。所以我觉得，我个人觉得实际感，面对面的实际感也蛮重要。这个部分，你觉得，你认为完全不用实际面对面吗？应该。如何？我自己是2008年就开始云端工作啊，那当时是跟矽谷的一家公司叫 Social Text， 那这家公司的团队分散在五个时区，所以当然不太可能大家随时都进办公室，但是每半年一定会有一次大家都聚在一起的这样的活动。那所以我觉得最多就是半年了，超过半年的话很难就在脑里保留对彼此的想象。那如果彼此在脑里没有对方的状况的话，那其实云端的沟通是很容易有误会的。那我自己现在在那个里面，我每个星期是礼拜一跟礼拜四才进办公室。今天因为要录影所以又进来了。那礼拜一跟礼拜四进办公室的意思就是每周有两天跟我的同事可以面对面，那每周又有另外的三天是完全我在巡回台湾或者是都可以的。那我觉得这样子是绝对没有任何脱钩的这个情况，所以一个礼拜我觉得超过两天那就有点像是在因应本来的习惯了，我觉得两天是刚刚好的。好，谢谢。今私が聞きましたのは、今リモートワーク一体どれぐらいのバランスが望ましいのかというのは日本でもよく言われていますが、そこに関してちょっと切り込んで聞いてみましたが、オードリーさんは2008年にリモートワークを始めました。その時シリコンバレーにいらっしゃいましたと。で、毎年、半年、一緒に、その仕事をやりましたけれども、一番少ない時で半年に1回会うというような時もありました。今の、仕事に関しましては、1週間に授業あればいい、月曜日と、木曜日だけオフィスに来て、でもこれでも、特に問題はありませんと、1週間、オードリーさん的には1週間に2日間ぐらいが、最適だというふうにおっしゃいました。はい、じゃあ次の質問、いただいている質問に行ってみたいと思います。質問の5番ですね、こちらになります。でまた今チャットに新しい質問もいただいてますので、まあ、これ最後に総括ということですので、皆さんで話聞いてて気になるところあったらどんどんチャットの方にですね書いていっていただけたらと思います。お願いします。あ、了解です。最後に、yes、 关于数位转型的问题。
这学习新的技术是当然必要的。技术是学习，只不是学校，就是会之后也需要继续学习。台湾的政府在发文的时候，常常会加入幽默的元素，来跟乡民怪兽交流，让人觉得非常有人，非常有情人味跟软实力。继续学习，将来也是必要的吗？当然，我觉得最重要的就是有自发，就是自己想要学习的感觉。嗯嗯，那在学校里面，其实有的时候并不是因为自己想学才学，而是因为老师会要考试，或者是什么评量成绩、升学等等的原因。那你用外在的原因来督促学习越多，有的时候自己想要学什么的时间好压缩掉了，或者睡眠时间被压缩掉了，那这个情况下学习的动机就会减弱。那我会觉得说，不管任何年纪，只要有足够的休息，然后对整个社会有想要贡献或者有好奇心，那这个是我叫做 purpose based learning， 就是它是达成一个社会使命，想要让这个社会变得更好等等，那一定都会有学习动机的。如果觉得没有终身学习的动机，反而是很反常的，那就要问说是不是因为在学校就是被外面的这些评量啊、比较啊，或者睡眠不足啊，减弱了学习动机。但是我觉得人自然的状况一定都是终身学习的。好、谢谢。そうですね、自発的に学習するのはとても大事必要ですと。学習する、学校にとってはもうテストあるから学習を促進するんですけども、もちろん、寝る時間がなくなって学習の動機が減りますと。睡眠が足りた時が、場合が、まあ、非常に良いですと。学習する動機は非常に、重要ですし、それも、外在的な、理由ではなく、人は、その持続的な、持続的な学習というのが非常に必要になるというのは同感ですということでした。それはそうですよね。はい。下一个、第六个问题。あ、次だ、6回です。好。这个问题是有关跟第四刚刚的问题。就是大多数认为大多数人会抗拒接触新事物，台湾跟中国都有逆向导师的制度，年长者向年轻人学习数位新知，这样的做法非常的灵活，快乐的学习新知有什么样的秘诀诀窍吗？并且执行逆向导师的时候，教人的年轻人与被教的年长者双方有什么需要的地方吗？不好意思，我想要问的是说，这个问题想要问的是，年轻人要用什么态度去教，是这个意思吗？对，那作为年轻人的立场，你如何看待？好，了解 ，OK， 我想重点不是说，好像年轻人就什么都知道，什么都懂，不是这样子。这个所谓的逆向的导师或者见习生顾问是比较像一个大使，一个 ambassador， 就是年轻人其实好比像说一个人二十几岁二十五岁好了，那他接触网际网络的文化可能是从他五岁就开始上网，所以他已经有二十年的历史。对这个二十五岁的人所教导的可能六十五岁，他可能是六十岁的时候才开始接触网际网络，所以他只有五年的网络的历史。所以不是说他生理年龄六十五岁就比这个二十五岁的人年纪大，而是说这个二十五岁的人的网络的资历二十岁比这个六十五岁五岁的年纪要来的年纪大。他是一个资深的乡民，就是网络使用者的角色，来带一个在网络上的年龄只有五岁的小朋友的这样子一个角色。所以就好像一个 ambassador， 一个大使，他不是要一定要否定或改变另外一个国家的社会，而是他想要让这个国家的人知道他所来的送他来的这个国家，那他有哪些美好的地方，有哪些共通的地方等等。他的目的不是变成一个权威，
他的目的是让大家都可以更了解他自己所来的地方，所以数位世界的大使，其实我觉得这个就是这种逆向导师应该持有的一种态度。今ですね、そのリバースメーターのことに関してお聞きしたんですけれども、まあ、まあ、その若い人がすべてをこう全熟知していると、世の中のすべてを理解しているわけでは、ありませんと。で、若い人はもう今の、時代はもう5歳頃から、ネットを使い始めますので、もう20歳になったらもう15年使っていると。でも、お年寄りの方っていうのは、もしかしたら、そのネット利用の期間がそんなに長くないということで、そこの、短いですと。で、なので、リバースメンターは、そのある国のその社会とか、その、社会をこう否定することではないと。なので、目的では、その権威ではないと。そのリバースメンターはこう、互いにこう学び合うことが大事ですということで、ちょっとここで、このスライドにはないんですから、僕がちょっと個人的に聞きたいので、聞いてみたいのは、この先ほどから出てるそのリバースメンターとかユーモアとかっていう話と、まあ、なかなかこう台北とかのですね、街を歩くと結構、こういわゆるつ、あの、結構詰め込み教育の、塾とかあったりするんですけど、その辺の共存っていうのはどうなってるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいと思います。ああ、たまに僕はそう、おしゃんわに、そう、なんか、おが、えー、えー、おがんがんていた、すま、ちょ、えーっと、とか、に、上导师跟、上一个问题的幽默、跟那个、其实我、在疫情之前在、台北走路、在、台北的路上走路的时候，有看到很多补习班的看板，所以我觉得台湾像日本一样，依然有什么所谓的填鸭式的教育的侧面，所以那些填鸭式这教育的侧面跟，跟幽默跟什么逆向导师那等等的教育方式，可以加以融合吗？不过我们就是理解到这件事情，所以我们在2019年已经改变了我们的中小学的课纲，就是课程纲要。那从2019年开始，小学一年级、初中一年级、高中一年级都使用新的，不是以考试为主的这样一种教学方法。然后经过6年的时间，我们会把整个一路到小学六年级全部都进行转换。所以，我想我们也理解到说，这不是立刻就是一年的时间就可以转换完毕的。我们需要到2025年才能够完全从这种填鸭式的教育，那转变成以学生的自发的兴趣为出发点。而且在这个里面，补习班也不一定都是填鸭的。现在看到，因为我们国中跟高中都已经完成了新的课纲的转换，所以补习班现在就是为了要让大家的学习的历程有更多自己自发的部分，所以现在也有坐独木舟环岛的补习班，大家一起去爬玉山、野外求生的补习班等等的这些补习班也开始出现，就是因为大家发现，你要进大学也好，要就职也好，大概都不是只能靠考试了，那所以补习班也在转型。原来如此。好，谢谢。今の、答え、翻訳させていただきます。いわゆるその詰め込み教育っていうのも、もうすでに実はもう台湾では変わってきていて、2019年からですかね、中小学校、いわゆる、義務教育の、綱領を変えましたと。教育の中身を変更しましたと。で、小学校6年生、までのなんですけども、もう2025年からですね、いわゆる詰め込み教育から自ら考える、自発的に考える、教育に変えたいと、いうことで、それも変えましたということが一つと、もう一つは、そのいわゆるその塾、それこそその台湾にいっぱいある、こういわゆる台湾地方でプッシュ版というんですけど、これは必ずしも、詰め込み教育をしているわけじゃないと、その自発的教育を、促進させるために、のようなカリキュラムに変わってきているので、それは進化していますと、いうことでした。好、谢谢。那、让我、进行下一个、次の質問。はい。不好意思、乱にちょっと、对不起、对不起。接下来、像就刚刚的内容、就是、像等会委员、提问。这是进行数位转型 DX，相当耗费营运成本的部分。
如何可以降低成本？虽然不知道是说哪个部分，营运上也需要耗费这么多成本吗？那你觉得如何呢？成本的部分，我不确定这个问题在问什么，因为数位的转型当然是看目前高成本的部分，就是我们叫痛点是什么，对，让它能够降低风险，而且让它可以更加方便的使用。刚才所讲到的这个口罩地图，如果你要用纸本来操作的话，那个成本不是更高吗？对，或者十连纸，如果每个人都要写的话，那个时间的成本的耗费，还有疫情调查的时候的人力成本，那也是高的惊人哦。所以我觉得重点还是你挑选要转型的那件事情，是不是你已经发现它里面高成本的部分，既有的高成本的部分是哪些？你转型的时候不需要什么都转，只需要让大家在第一线做事的人，比起他本来作业的方式，可以省一点点时间，又更安全一点点就可以了。那这样的话，你每一步的推进都是在节省成本的。事实上，数位转型它并不是一个 profit center， 就是一开始就一定有让你可以赚大钱的新的服务或者产品，但是它在 cost center，就是减低你的人力耗费跟不必要的成本上，一定立刻就可以奏效。那等到大家的时间都省下来，成本都节省下来，大家才会有那个创意去想 profit center 的事情。啊，我也完全同意。对，所以这个人好像想问你说那个什么，纳入 DX 的时候，还是需要购买昂贵的电脑啊，或者是什么？不用。没有这个问题，因为你对，现在都是需要多少再付多少钱嘛。你用云端办公一定也是这样的，你不会说员工十个人你就付一万个人，可以帮买一台超级电脑。はい。ということで、ちょっと説明をさせていただきます。これはもうこの質問の、まあ、意味がちょっと分かりませんねというところで、まあ、そのコストというよりこの DX というのはコストを下げるというより、まずもってこうリスクを下げるというようなことを目的としているので、その例えばこう紙に書くようのがコストかかってしまいますし、なので DX というのはもうこう、そのそもそももってその全てを全部をこう変える必要はなくて、できることを少しずつこうちょっとずつ節約していくっていうことが DX なので、できることから始めればいいんじゃないかなっていうことだと思いますと。でそれからその DX というのはこう別にお金儲かるために、することではなくて、まあそのリスクを下げることと、そしてあと少しずつちょっとずつこうコストを下げていくというような考え方が正しいんじゃないかなと思いますということでした。好，谢谢。那接下来让我问一下我独自的一个问题，就是我今天很想问你一个问题，这个就是怎么党会委员你之前说让所有的人都可以接触政治，对吧？所以，台湾的年轻人的确，对于参加政治非常的积极。但是日本这边的话，年轻人对政治比较不关心啊。然后，不过呢，在日本有一位政治家说，在演讲的时候说，年轻人不关心政治也不是坏事。代表政治运作的还不错，如果生活困难的人增加，就会对政治不满，想要参加政治。你这个想法，你对这个想法你觉得如何呢？不过我想这句话，就是您引用的这句话，讲的可能不一定关于政治，可能是关于选举这一类的吧。就是说，如果这个年轻人的投票率低，那可能是因为他们觉得目前的当权者或者是目前的代议士已经把他们的意见表达得很好了，是这个意思吗？是不是？对对，这样的意思。对不起。对。那但是我想这里要区分一下，就是投票或者是上街抗议，都只是参与政治的其中一些做法而已。在台湾，参与政治通常不一定是
只靠投票或者上街抗议的哦。那举例来说，我们的青年署就是教育部里面关于青年参与的单位，每年都会问这些18岁左右的年轻人，他们觉得他们可以具体贡献的地方是什么，有哪些他们想到的国家应该要做的方向，他们可以一起来做。那这个不是政治啊，也是一种参与。哦，说的是。今年因为疫情的关系，他们就讨论出我们在远距或者是在面对面各种各样心理咨商的资源，怎么确保说我们在台湾健保健康保险是关于身体的事情嘛，那关于心理的事情的照顾还没有那么多在工作职场学校等等，那这些就是所有这些对心理健康感兴趣的人可以一起来做的事情。所以你看他没有打倒什么东西，他也没有某个人透过投票让他下台，都没有，但是是我们疏忽的地方，年轻人一起来做，这种也是政治参与。あ、了解、我懂です。あ、すいません、今ここ僕がちょっと個人の質問を投げてみましたというのは、僕今日一番これ聞きたかったかなと思ったんですけど、そのまあ小鳥さんがこうもう全ての人が政治にアクセスできるようにということもおっしゃってますけれども、まあ、確かにこう台湾の若者はなかなか政治的に参加すごい積極ですけど、日本はなかなか若者が政治に関心がないということは多いと、という中で、まあ、とある、まあ、政治家、まあ、誰とは名前伏せますけども、その若者が政治に関心を持たないのは実は悪いことじゃないよと、それだけ政治がうまくいっているということだと、逆に日々の生活に苦しむ人が増えれば政治に不満を持って政治に参加しようとするというようなことをおっしゃった政治家さんが日本にいらっしゃいましたが、これは正しい考えでしょうかということを聞いてみたんですけれども、まあ、これは選挙の投票率ということに限っての話だと思いますがという前置きでいただきまして、それはもうまあ確かに投票率が、日本の投票率が低いのはもうそれはもう他の誰かがやってくれるからという、そういうことの、まあ表れかもしれないと、別に台湾の若者は台湾の政治は台湾の政治感覚参画は、投票とかそれあるいはこうデモだけではないと、なので、毎年台湾はこう、毎年そう18歳の若者に、聞いてますと、国の方向性をどうしようかというのを、聞き続けていると、これも政治の一部分ですと。で、対面で支援をやることとか、あとはこう健康保険とか、あとさっきのその言ったメンターのケアとか、誰かをこう、政治というのは誰かを倒す、打倒するものではなくて、みんながこう参加するのが政治になりますよというようなお答えをいただきました。はい、ということで、まだ続きますね、これはね。まだまだ続きますね。はい、そうですね。はい、じゃあ、ちょっとライトな質問に、はい、変えていきたいな、というふうに思っております。質問9番ですね。9番ですね。这是有关旅游观光的问题。这是陈慧委员，你认为，对，旅游跟观光对人生，给予的一个魅力是什么呢？尤其，接触异国文化，异文化是，这种，体验，对，现代人来说怎么样的存在？终于是比较少了。辛苦了。我自己在20出头、20几岁的时候，有去找全世界我在网络上认识的朋友，叫做沙发冲浪啊，就是住在他们家里，然后直到他们建议我去接下来找谁，那就这样子跑了20几个不同的城市哦，大概2年左右的时间里面，认识了许许多多的人。那在这些体验里面，我就发现到两件事情，一个是说，哎，只要是人，其实我们关注的很多事情，那个价值是相同的。那好比像说，我们都希望整个地球，在我们下一代可以变得更好，但是每个文明有不同的方法来确保这件事情嘛。如果那种过度摧毁下一代的文明其实不会传到现在，所以我们就看到永续的各种可能性，这是第一个。那第二个是说，我也发现到说，那在这些共同的价值里面有很多创新的做法
是我们在台湾，哎，还没有采用到，好像未来在某些地方先来临了。我去那边感受到这种未来之后，哎，这种未来就可以透过我再传播回台湾或传播回其他的地方。所以我觉得每一个文明，他在他面对的事情上面，有些先想到一些做法，有些还没有想到这些做法。那但是如果我们文化之间不交流的话，那很容易就各自。就是习惯了的做法，就不会再有改变，再有进步了。所以我觉得去看其他的文化最有魅力的部分，就是看到跟我们的文明同样的价值，但是他们用一些新颖的做法，好像未来一样的这种感觉，我觉得这是最好的部分。哦，好，了解。那我来翻译一下。やっと、ソフトな質問に来ましたね、ということで、お疲れ様です。言っていただきました。ありがとうございます。ということで、ダンさんも20代の頃は、20以上のこう都市に行きまして、で、2つのことに気づいたとおっしゃいました。1つはその、人はこう、共有する、どんな人間、どんな国の人でもこう共有する価値観が、あるということ。例えばこう地球を、この星をより良くしたいということに、ですと。ただその、より良くしたい方法がみんな違うんだなということに気づきました。で、もう一つは、二つ目は、そのより良く、新しい、方法が、あるんだなと、もう自分が考えてる以外にも、他の人と接することによって、異文化に触れることによって、他のいろんな方法があるんだなということに、気づきましたと。で、それをこう知ったときに、こう、したときに自分を通じて、こう違うこう方法を、その方法を、自分の国に、我が国に、台湾に、こう導入できると。だからそういう、海外とか異国とか異文化に触れることによって、それにの交流がなければ、それではないと進歩はありませんよと。違う文化に触れる、一番いいことっていうのは、違う方法、違うメソッドに触れることということでした。はい、ありがとうございます。谢谢谢谢。那下一个问题。じゃあ、吉田さん、そろそろですね、チャットの方で今来ている質問で、ちょうど観光の魅力という話になりましたので、町田さんからですね、バーチャルツアーの、未来とかですね、そういったことについてどうなると思いますかというのがあるので、聞いていただけますでしょうか。好，那我们说到新的问题，那我来问你一下哦。那个有人问你说，在疫情之期间，透过数位转型的进化，有很多日本各地也有进行各种各样的线上旅游。这个线上旅游的将来你如何看待？所以这个画面我可以先不要分享了，对不对？那个简报可以先拿掉。这样我啊看你看得比较清楚。啊，这个，这个画面嘛，过来，这个吗？就因为目前我们还在看那个简报嘛，就是第九个提问的那个简报，可不可以啊，请他こ们的？の、スライドをちょっと、消してくださいということで。好，哎，这样子就看得很清 对不起，对不起。这样表情再看，对，其实这个为什么看得清楚是那么重要，就是因为我们如果只是透过很模糊的画面去看一个不同的文化、不同的环境的话，那我们之前如果又没有去过那里，那很容易我们叫做脑补，就是在脑里用想象去填满。可是人家可能明明不是这样子，那反而会造成沟通上的阻碍。所以最重要的一件事情就是要看得够清楚，听得够清楚，这样线上的旅游才不会造成误会。哦，不好意思，那我现在看得清楚我的脸吗？非常非常清楚。好，那可以回答刚刚我问你的问题吗？对，这个就是我的回答了。也就是说，哦哦，是最重要的就是要啊，了解了解。然后不管是感受的，OK，声音的或影像的，那如果模糊，还不如直接看文字。はい。那我来翻译一下。今、僕のやり取りちょっと通訳させていただきます。まずですね、タナさんから先ほどのこう質問のスライドが出たまんまだったので、それをちょっともう今は関係ないから消していただけますかということを、聞いていただきました。あ、というか、あ、すみません。質問ですね。質問はですね、ウィズコロナの時代に、
DX の推進によりバーチャルツアーが出てきます。この将来像はということで、こちらのご質問を、翻訳してお聞きしましたところ、いや、ちょっとまずはその消してくださいということで、フェイス2フェイスのというか、関係ないものを消して したんですけれども、なので、なんで、じゃあ僕が消した後にですね、じゃあダンサー答えてくださいって言った、いや、これが私の答えですと言っていただきました。はい。何でもその、やっぱよく見えることが大事です。ちゃんとよく見えることが大事で、ぼやけていると想像でしか埋められませんと。なんで、そのぼやけているとその交流、コミュニケーションをこう阻んでしまうので、なので、バーチャルツアーもこうよく見えることが大事ですということでした。すげえ、これは、はーっとうなりましたですね。じゃあどうしますか。はい、じゃあちょっともう一回画面出していいですか。再次コンシャン、日本の皆さんにはちょっとですね、これ見ていただきたいなというふうに思います。ちょっと日本のいいところっていうところをですね、吉田さんから聞いてみてもらえますでしょうか。那再次可以请你把日本のあ日本のいいところか。そうですね、はい。你咱们伟伟，你有来过日本好几次吧？当然呢，不管是东京啊、京都啊、大阪啊等等。那日本的最棒的优点，或者是最一朵最好的地方，请你回答好吗？是啊，当然，我从很年轻的时候就有来日本。我觉得日本就是在未来。我刚才说未来提早来临，就是一方面就是讲日本，因为好比像说现在在台湾才早上十点半，但是日本已经十一点半了，所以这便是你们在未来嘛。那我年轻的时候到日本，当时我们在台湾，都还在用 Palm Pilot， 但是在日本就已经有整台电脑的，像 Sharp Zorin。大家都已经在使用了，所以可以说是不管怎么样先进的科技跟社会互相融合，机器人、机器狗等等之类的，那在日本都可以先看到这些最先进的科技跟社会融合的样子，那我就会发现哦，原来还可以这样啊，那就可以带回台湾来。所以我一直都觉得日本就是最先进的未来的技术跟未来的社会可以互相融合的地方。好，谢谢。日本のいいところという先ほどのご質問でしたけれども、台湾あとですね、タンさんは東京、大阪、京都、いろいろこうもすでによく来られていますと。で、その若い頃ですね、よく日本に行きました。で、日本は未来だなと感じました。今も思います。なぜなら、今台湾は10時36分ですけど、日本は11時36分だからですということで、日本は未来です。その新しいテクノロジー、あとこの社会の融合との、あり方とか、日本はこういつも新しいですと、より、先進的な、社会だと思ってますし、台湾も学んでますということでした。はい、那次ですか。接下来是这个，那相反呢？等会委员请，请问一下，现在有很多东京的人收看这个讲座，那你觉得，疫情结束之后，希望更多疫情结束之后，应该有很多日本朋友陆陆续续去台湾玩吧？那你想要推荐介绍台湾的什么地方呢？可以来我的办公室啊。好啊，结束了。好，在行政院里，这个是我们录影的地方而已。Okay. 但是我有一个另外一个办公室，在仁爱路3段99号，叫做社会创新实验中心。那这个地方以前是台湾的空军的总部。哦。此之前，在日本治理台湾的时代是工业研究院。那是有一个千丝万缕的跟日本的关系的地方啊，原来如此。这些围墙都拆掉，本来因为是空军总部，所以都是戒备森严，很多卫兵嘛。嗯嗯嗯。把围墙现在全部拆掉，变成一个公园，任何人都可以直接从街上走进来。那我的办公室在那边，每个礼拜三大家就可以直接来找我，跟我聊40分钟，我一起吃点东西之类，随时都有各种文化活动在那边进行。OK， 好，谢谢。
じゃあこの質問に対するお答えですか、ここに行ってほしいというところありますかと聞いたところ、私のオフィスと言っていただきました、行政院に中にありますので、ぜひ来てくださいということでした、それからもう一つのオフィスがですね、今のいらっしゃるところ以外にもありまして、それが、社会創造創造の層に新しいと書いて創新センターですね。で、そこはですね、レンアイルにあるんですけれども、ジンアイロっていうところにあるんですけれども、昔空軍の、基地だったところで、衛兵とかいたところなんですけれども、そこがオフィスでして、そこに行けば私と40分トークできますよという、すごい素敵な、回答をいただきました。はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、そうですね、はい、とても楽しい時間だったんですけども、オードリーさんのですねお約束いただいている時間が、そろそろでございます。はい、で皆さんからいただいた質問もですね応募時にできるだけこう拾って、代表して聞いているところだったんですけども、そろそろですね時間になりましたので、オードリーさんありがとうございました。他们原今天非常感谢你在百忙之中抽空抽出时间，非常的好，非常感谢你。非常非常感谢，那我也很期待，可能明年年初吧，就能够直接来东京，来跟大家见面。那也很欢迎大家疫情过了之后，来台湾玩。谢谢大家。ありがとうございました。コロナ後台湾でお会いすることを楽しみにしています。また東京も行きます。ありがとうございましたということでした。ありがとうございました。